はい、それではここからパート2やっていきたいと思います。メイン MC はプーです。アシスタント MC リーです。改めてよろしくお願いします。ということで第30節、相手はファジアーノ岡山。もう11月ですよ、うん、早いね。この前対戦したばっかだったのにね、岡山。そうだよね、あれだよね、俺がさ間違えてさ、はい、ジェフシーと、ああそうそうそう、反対側行ったやつ、アウェのベンチ、うん、アウェのベンチ裏勝っちゃったやつだよね、うん、覚えてる覚えてる、そんなことを覚えてるし、勝ったよね確かこの試合。2対1でいい試合だったね。まあ、失点シーンはありましたが、いい試合だった。もう超速攻ね、川又の、川又選手の調子良かった時だね。であと相手のサイドバックいいなとか言った覚えもあるし、あ言ってたね。したらじゃあリーにもっと詳しく岡山について解説してもらいましょう。題して、はい、リーのリーサーチ。はい、では今回も第30節の対戦相手ファジアーノ岡山について、まあ成績やね、いろんなデータをもとに簡単に解説していきたいと思います。ではまず早速、まあオープニングでも簡単に出ました前回対戦の結果を振り返っていきましょう。はい、1番目のスライド、はい、2対1で、まあホームでね、千葉が勝ちましたよという試合でした。まあ、かなりね、手数少なく、シュートも少なく、まあ、なんか理想というかね、今年のジェフを象徴するかのような勝利でしたね。そうですね、覚えてますよ。もう本当に早い時間で、おーってなりましたよ。いやー、本当に川又選手がね、まあ、怪我する前、かなり上り調子でね、得点決めてた頃だよね、これ。そうだね。まあ、岡山に関しては、まあ、このね、対戦した時と、正直そんなにね、まだ時期も経ってないので、あまり変わってないということもあって、まあ、もしね、興味がある方は前の動画を見てほしいなと思うんですが、まあ、今のファジアーノ岡山について、どんな状況にあるのか、簡単に二つ目のスライドで見ていってみましょう。はい。現在、14位にいます。はいはい。まあ、ジェフとそんなに変わらないんですよ。ジェフの勝ち点、まあね、第1弾の最後で振り返りましたが、35なんですね。で、現在ファジアーノ岡山が37。ということは、勝ったり負けたりで、ひっくり返るか。ってやつですね。なので、まあ、岡山にとっても、ジェフにとっても、本当に勝ちたい試合、負けちゃいけない試合なんだよね。これからの上で。やめよ。ここ大事。いうのは。いやー、まあでもね、本当にそうだと思うよ。まあ、福岡、まあね、負けちゃいましたよ。第1弾でね、いろいろ振り返りましたけど。まあ、ただ、考えてみれば、相手は1位なんですよ。1位のチーム。まあね、っていうところで、やっぱり勝ちが欲しいって思った時に、やっぱり順位がね、拮抗してる、この、今週の2連戦、本当に大切になってくると思うんですよ。来年を考える上でも。はい、っていうことでの、まあ、このファジアーノ岡山戦。まあ、前回とね、まあ、今回アウェーなんだよね。やっぱり。そうね。そこがやっぱりでかいと思うんですが、まあね、ファジアーノ岡山結構守備が硬くて、まあ前回の動画でも言ったんですが、得点に結構困ってるというところで、まあ26得点、28失点のマイナス2。で、まあチーム内得点王も、まあね、5点ということで、なかなか、まあ、上り調子というかいい調子ではやれてないかなっていうのが現状ですね。でまあ、今年の J2 結構そういうね、まあ、ジェフもそうでしたけど、まあ、流れとしてあるのは、下位にいるチームほど夏の補強をしていないと。確かに、今シーズンジェフ夏補強しなかったな。そう、でまあ、岡山もなくって、でまあ、ちょっと振り返ってみると、夏にいい補強をしていったっていうのは、例えば、新潟とか、はいはい、まあ、ジュビロも取りましたね、遠藤選手とか。まあなんか上を目指すチームが夏場積極的に補強して、ファジアーノ岡山、まあ何が原因か分かりませんけどね、お金なのか、それともまあ若手を使いたいからとかなのかっていうところでも補強がないと。ただちょっと思い出してほしいところがあるんですよ。第1回の岡山のサーチの内容ってどんなのか覚えてますか？怪我人が多い。そうなんです。ということでメンバーを見ていきましょう。次のスライドです。はい、はいはい。現在赤字で書いてあるのがですね、まあこちらのベストメンバーっていうのは、まあ出場試合数でね、
結構選んでるところがあるので、まあ全然もう開幕当初から出ていない、怪我をしてしまっているって選手はもうね書いてはいないので、本当はもっと怪我にいるんですが、もうフォワード陣病院ですね本当に。あれ赤は怪我人ってことで。そうですね、まあヨンジェ選手は前回もそうでしたが、まあ清水選手、赤嶺選手、まあいつまで続いているのか、いろんな情報どこまで出てるのかわかんないんですが、まあ怪我人ということで、なので結構今やりくりが厳しいんです。ただでさえまあイーヨンジェ選手って本当に去年2桁取ったようなエースなんですけど、まあその選手がね抜けちゃったっていうだけでも痛い中で、実際ね前節の金沢戦なんかはミッドフィルダーの選手が2人前に出てっていうの結構苦しいねやりくりをしてるような状況なんですが、まあプーの大好きなホップウィリアム選手、いやずっと大好きよ。いや本当にね安定感半端ないっすよ。いやいいキーパーだよね本当に。いやまあ反応もいいし、しっかりねロングフィードもうまいしっていうところで要注意ですし、まあね大好きと言っておりました徳本選手ですね。いや気に入っちゃったよね前回の対戦で。まあアグレッシブでいい選手ですよねこれ。いやもうね怖い。そうそうそう、攻撃において結構迫力がある選手で、でまたねちょっと金沢戦のハイライトとか見てるとちょっとねおってなるんだけど、もうパウリーニョ選手のね縦パスがえぐいのよ。いやもう俺ねジェイソン裏取られる未来見えてんじゃない少し。ああなるほどね。徳本にこういうの言うと当てるかちょっともう控えよう。そうねちょっとフラグをね立てちゃうところが僕らはあるのでまあ多分フォワードに関してはまあどうなるか分かりませんが、多分山本選手と間も空いたので斉藤選手、まあ元ジュビロのね背番号18番の選手出てくるんじゃないかなってところで、そうですねパウリーノ選手多分ボランチで出てくるので、まあそこら辺のコンビネーションもちょっと注目して見ていくと、まあ、今年の岡山の攻撃ちょっと怖いなって思うところもあるかもしれませんね。まあでももしかしたらジェフって今ガツガツフォワードよりもさミッドフィルダーみたいなやつがフォワードにいてちょっとさ、はい、ポジション変えられてマークつけなくなってみたいな方が苦手かもしれないから、ちょっと本当にそうねどんなスタメンで来るか怖いですね。そうですね。ということでじゃあ岡山に対してジェフはどう戦っていけばいいのか、続いては岡山戦の試合展開について予想していきましょう。では今節の負けられないポイントです。今節の負けられないポイントはスタメンは要チェック、攻撃は福岡戦後半でいいはず、抜け出しには注意ということです。はい、まあもうスタメンは要チェックというのはまあ先ほどのスライドでも簡単にね言いましたが、まあ岡山のスタメンちょっと注目してみましょうということですね。まあ誰が出てくるのか、ね、特にさ、うん、あれだよね、特に誰が攻撃フォワードのところに出て誰がボランチやるか、はい、まあ前節なんかは山本選手が控えに回って途中出場で出てました。まあチーム得点王の5点取ってます選手ですけど、まあ、もしかしたら上条選手が2トップ来るかもしれません。まあ、斉藤選手動きいいので出てくるんじゃないか。まあ、もしかしたらね、また野口選手とか、まあ、関戸選手とか、まあ、いろんなね、オプションがあると思うので、まあ、試行錯誤中なのでね、ファジアーノは。まあ、ちょっと要チェックです。って中で、やっぱりね、攻撃の形としては、福岡戦のね、後半でいいと思うんですよ、僕。はいはい。まあ流れは良かったよと、まあ、チャンスは作ってたしね。そうそうそう、まあ、崩しはねちゃんとできてた中で、まあただやっぱり必要なのはね決定力なんですよ。怖いですね。もうそれだけです。点取れるところで点を取らなきゃいけないわけですよ。そうなんですよ。もうなんかすごいさ小学生でも分かるような当たり前のこと言ってるよ。そうだね。まあそうなんですよ。点取れるときに点取れば勝てるみたいな。まあ福岡100歩譲ってやっぱり首位のチーム失点も少ない、まあ、チームでしたよ本当にね、まあ、0点でしたが、はいはい、って中でやっぱり岡山相手に、まあ、これでねまた0で終わってしまうのか、まあ、同じねような形を作って得点を取るのかってところでやっぱりジェフの評価変わってくると思うんでね頑張ってほしいなと、まあ、その中でやっぱり先ほどパウリーニョ選手の縦パスなんか言いましたが抜け出しとか裏の取られ方には注意してほしいなと思いますね。なるほど。そしたらじゃあこの試合勝つためにキーとなる選手は誰にしますか？
はい、この選手にしましょう。期待を寄せている選手はこちら、矢田朝日選手です。初選出ですかね。あれ、あ、意外にもそうなのか。まあ、でもよく話題には上がるよね。そうそう。で、これね、第1弾の見てくれた方は、第1弾で矢田選手ちょっと話題になってたりもしたんですが、まあ、その話が出る前からね、僕は矢田選手だと思ってたんですよ。まあ、ユーティリティさはさ、すごいじゃん。まあそうですね、いろいろできますよ。言ってしまえば。まあ、それでさ、あとは、彼が空けたスペースをどう使うかとか、彼のパスにどう反応するかとか、周りの選手含めて彼をね、生かすも殺すも周り次第というか。で、まあなんかファジアーノ岡山、最近の試合をね、ハイライトレベルだけでも見ていくと、まあなんか結構右サイドからの崩されることって多いなっていうのがなんか見て取れる、なんとなく。って時に、はい、まあ、この矢田選手と、まあね、サイドバックゲリア選手なのか、ホームラ選手なのか分かりませんが、そこら辺のコンビネーションであったり、まあね、最近上がんないけど、クロスであったりっていうところのね、やっぱりコンビネーションとか、やっぱりちょっと崩すね、動きを見せてほしいなということでの期待です。まあ、前回対戦もね、右サイドから崩して、そうですね、山下から川又、はい。川又、いい崩しでした。ね、まあ、こんなに俺が褒めてる徳本選手。そうですね。かなり上がるので、裏を返せばあいつのところで攻めれるっていう話ですからね。そうですね。いや、期待しましょう。そしたらじゃあ最後に予想スコアは何対何でしょうか。もう桃太郎の家来対決で、本当に負けてしまうとだいぶでかいということで、もう2対0で解消してほしい。なるほど。もう無失点でね、勝とう。そう、勝つも複数できます。できます、今のチームなら。いや、もうね、連敗とかもう見飽きたので。いや、もう勘弁ですね。いや、そしたらじゃあここでパート2終了としましょうか。はい、次もご視聴よろしくお願いします。ぜひ SNS のフォローの方、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではパート3で会いましょう。柏には負けられない。